ローソンより2024年4月19日夕方頃日本全国で発売したうちカフェご褒美スティックケーキぷっくりクリーム&いちご。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。これ使って食べれるんですけど、今回はこうなっております。じゃあ一口いただきたいと思います。本体価格248円、税込み268円。スティックの形をした手で持って食べられるケーキ。滑らかでコク深いクリームとイチゴのソースの酸味が相性抜群です。ショートケーキがスティックタイプで楽しめるワンハンドスイーツ。内容量は1個、エネルギーは1包装あたり207キロカロリー、アレルギーは卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチン。評価は5です。価格もお手頃ですし、このスティックの形状をして手で食べられるというところもまたいいし、この味わいもね、滑らかなクリームとイチゴソースの酸味が相性抜群で、持って食べられる口調のケーキになってたんじゃないかなと思います。うちカフェご褒美スティックケーキぷっくりクリーム&いちご。こちらは4月20日 TBS 系で夜7時放送のネプチューンローソン VS 超一流スイーツ職人食べてジャッジの中でも放送されています。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。では